そら、まだまだ新入社員ゆえのティグローが絶えない毎日。今日も遅くなっちゃった。またつまんないミスしちゃったし、会社の人間関係気使うの辛いし、しんどいな。そんな私の心のオアシスは。おかえりソラ。ただいまエンジ。笑顔で出迎えてくれる恋人の存在だ。今日こそ一緒に夕飯食べられると思ったのに、ごめんね。んなこと気にすんなよ、休日一緒に食えばいいじゃん。ほらお前も早く飯食っちゃえよ。ありがとうエンジ。私は彼の自由な性格にすごく救われていた。だから両親にも彼を紹介する日をとても楽しみにしていた。だが、どうして。実家に挨拶に行った翌日、母からの電話に困惑していた。なんでエンジとの結婚ダメなの。ダメというか、私たちはどうしても賛成できないの。その彼、空より10も年が上じゃない。10じゃないよ、9つだよ。正確にはそうだけど。でもそれだけ年が離れていて、エンジさん定職についていないんでしょ。それは今時正社員でなくてもそんな問題ないですよ。いろいろやってきたから、むしろ経験豊富ですよ。エンジさん自身全然気にしていない素振りだったから、余計に。自由奔放で明るい人柄ではあるけれど、やっぱり将来のことを考えると不安なのよ。でもお金がなくてもエンジは私を大事にしてくれるし、私は正社員で結婚後も働くから大丈夫。でもソラ、私も両親も必死にお互いを説得し合うが。もう一度冷静に考えなさい、大事なことよ。私は冷静だよ、自分で決めたことなの。ちょっとソラ。両親からは最後まで同意を得られず、冷戦状態のまま式も挙げられなかった。ごめんねエンジ、うちの親が。俺は気にしてないぜ。両親が納得するかどうかより、ソラが幸せになれるかどうかじゃん。俺はこの先ソラと子供の3人きりだって構わないぜ。エンジ。それからつつましくも幸せな結婚生活を送っていた私たちだったが、あのねエンジ。うん、どうした。今日病院で赤ちゃんできてるって。お、本当か。新たな朗報が舞い込んだ。やったなソラ。これからは子供のためにどんどん入り用になってくるから、エンジも今の職場に腰据えてお仕事頑張ってよね。わかってるって。しかし、はぁ、やめてきた。もともと今のとこは長居する気じゃなかったし、本当に本腰入れる職場ならやっぱちゃんと一から決めたいじゃん。あー、久々に無職だ。そんな次の転職先当てはあるの。今だって余裕ないんだよ。大丈夫大丈夫、すぐ見つけてくるって。旦那は一応言葉通り比較的早めに再就職をするのだが、またすぐ仕事を変えてしまうのだ。またこんなんで貯金どころじゃないよ。へけ。最近では私も産休を取らざるを得ず。気持ち悪いな、お腹回ってきた気がする。悪いんだけど夕飯は外で食べてきて、私の分は気にしないでいいからね。動くのしんどいし、エンジンに数時間後。ただいま。この匂いは。あ、そら、照り焼き牛丼持ち帰りセールやってたんだ、うまそうだろ。強烈な肉汁の匂いが。やばい。おいおい、迎え入れるかよ。うへえ。俺これから飯食うってのにさ、勘弁してくれよ。だから外で食べてって言ったでしょ。さらに日が経つにつれ、旦那はどんどんそっけなくなっていき。今日も遅くなるから。そう、お疲れ様。いや、最近嫁は家でゴロゴロしてるばっかでさ、腹も出てきたし、全然おしゃれとかしなくなったし、正直冷めてんだよね。今日も残業って内緒で来てるから。そうなの、エンジさん悪い。夜中。ただいま。お帰り、エンジ飲んできたの。部長に無理やりさ、困るよな。そうなの。香水とお酒草、どこで飲んできたのよ。つうか、お前足の爪伸びすぎじゃね。ほんとおしゃれとか無頓着になったよな。お腹張って苦しいから切れないの、エンジが手伝ってくれれば。旦那に足の爪切らせるって、お前何様なわけ。冗談。誰かの子供抱えてると思ってんのよ。また後日。あー、仕事だね。ちょ、エンジ、朝ゴミ出して行ってよ。私今重いもの持てないからってお願いしたでしょ。はぁ、それぐらい自分で出しに行けよ。つうかそうだろ。はぁ、お前専業主婦だろ。これからダラダラ好き放題に寝るんだろ。これから仕事に出向く旦那に生臭いゴミ袋抱えていけってどうなの。気持ちよく送り出してあげようとか考えられないのかよ。朝からうぜえこと言ってんなよ。へえ、何あの態度、信じらんない。何も変なこと言ってないじゃん。普通のことお願いしてるだけなのに、なんでああも邪険にされなきゃなんないの。一人旦那に恨み事をこぼしていると、お母さん、なんだろう、急に電話なんて。ソラ、元気にしてるかなって、今大丈夫だった？お母さん。母の声を聞いた瞬間、私は張り詰めていた糸が切れてしまい、ごめんなさい、電話ありがとう。今私妊娠してて、体調も気分もずっと悪くて。そう、一人でよく頑張ったわ。これから困ったことがあれば何でも相談しなさい。お母さん。それから母に拳銃所も教え、日中から足しげく通ってくれるようになり。辛いでしょうけど、もうすぐつわりも収まるわ。ただいま。母の手前、旦那の態度もマシになり、少しずつ手助けしてくれるようになった。コンビニでアイス買ってきました。ああ、エンジさんありがとう。いや、これからは。何も言うまい今は。これから数年経ち、わあ、エンジエンジ、かすみ止めてー。
あ、こら、かすみ！娘が無事生まれて、今は私も旦那も育児に奮闘する毎日。かすみ、お絵かきは床じゃなくて紙の上でやろうな。あ、これ幼稚園の書類か？そうそう、ようやくかすみが幼稚園入れるから、私も仕事に復帰できそうだよ。それでもいろいろ融通聞いてもらわなくちゃだけどね。そっか、よかったな。俺の稼ぎだけじゃ3人養うのでギリギリだもんな。よかったよかった。ねえ、これでやっと貯金ができるよ。なんて会話をした日を境に、え、今日も遅くなるの？というか帰れないかもしんねえから飯はいいわ。そう、また旦那の帰りが遅くなり、外泊も増えて、匂い、香水、私の知らないやつ、怪しい素振りも垣間見えてきて、これはポケットにホテルのレシート、これは完全にやるかしてやがる。そういえばゴタゴタしてうやむやになってたけど、あいつお母さんが家に来てくれるまで私に散々してくれてたんだった。唐突に思い出される怒り。何それ。あの時も残業とか言ってたけど絶対浮気してたし、私が仕事するようになったから自分のことにお金使い始めたんだ。貯金しなきゃって言ってんのに全然時期間ないし、いくら言っても飽き性だからすぐ仕事変えるし、最近は休みの日もかすみの面倒全然見てくれないし、私もあいつと一緒にいるメリットなくない？うん、ない。そして夜、ちょっと飲みすぎたなこれ。もう大丈夫？ほら着いたよ、部屋まで送ってあげるから。いや全然歩けるから、お前もこのまま乗って帰るよ。でもそんなフラフラで。大丈夫大丈夫、そんじゃまた待ちだめ。危ねえ危ない、さすがに家の中入られたら既婚だってバレるしな。ああ、しかしマジでやばい、吐きそうだな。あ、なんだ空か、ちょうどいいや、水くれ。水！な、何それ、仕事から帰ってくるって。大か仕事よく言うわ、近くまでタクシーで浮気相手と一緒だったの部屋から見てたよ。よくも抜け抜けと私に頼み事なんかできるよね。今日もまたおなじみの香水に合わせて。あ、私が妊娠してる時自分のしたこと忘れたの？しんどくて辛い時にも何もしてくれなかった上に言いたい放題言ってくれて、なんで浮気して酔っ払って帰ってきた自分はねぎらってもらえると思えるわけ。いや、その頭に響く、やべえ。あんたの口車に乗せられて私も本当バカだったわ。自由人とか言ってたのがプーだろうじゃん。睡魔と酔いで頭が回らない旦那に私は永遠と恨み節を語り聞かせ、翌朝には気を失った旦那を放置し、娘を連れて家を後にした。パパにバイバイのお手紙書いてたの。えい、おいでかすみ。目が覚めた旦那は離婚届？あいつなんでこの写真まで。嘘だろ。浮気の証拠も揃っているため旦那は泣く泣く離婚届に判を押し、親権も手放すこととなった。きちんと養育費を入金してくれれば定期的にかすみにも合わせてあげるよ。しかしそれから半年足らずで養育費は振り込まれなくなった。まあ予想はしてたけどね、どうせあの浮気相手に見ついてるでしょうけど、このままフェードアウトなんてさせないから。あ、わさびさん、ご無沙汰してます。ちょっとエッチのことでご相談か。私は知り得る旦那の職場関係者に養育費のことをあえて相談した。結果、エンジさん離婚したのって本人の不倫だったらしいわさ。しかも子供の養育費も払わずばっかり落としているらしいわさ。その不倫相手ってのが別部署のヒサメさんで。何それ最低。ちょ、噂すぎ。ちょっとあの噂どういうことなのよ。子持ちなんて聞いてないし、不倫するようなやつと結婚する気もないわ。自分のことに責任持てない人なんて論外。二度と話しかけないで。なんでそのこと。エンジ君、社内に広まってる噂についてちょっと会議室で話し合おうか。旦那は職場でいたたまれなくなり、ほどなくしてまた仕事を辞めたようで。久々に独身ニートだ。結局養育費は支払い困難でストップすると弁護士から聞いた。もともと期待してなかったし、親権がエンジに渡らなかっただけ万々歳だと思う。もちもち。これから私は両親に頭を下げて、今は実家で娘と家族4人で暮らしている。お父さん、一時期はもう孫は抱けないなって落ち込んでたのよ。そうなんだ。だからあれもその反動だから許してあげてね。じーじー、かすみは本当に可愛いな。うちの孫天使なのでは。もうお迎えが来たのかと思ったぞ。親孝行できて何よりだよ。モナリザのたわごとラインスタンプ第1弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。